XT4 の新しいファームウェアが発表されました。軽微な不具合の修正、そして動画ブレ補正の向上という内容です。それでは早速バージョンアップされた XT4 と何本かレンズを持ってテストしてきます。いきなりなんですけれども、このテストアップデ前にやっておけばよかったですね。それが何かと言いますと、サムヤン 14mmF2.8 のレンズを完全にマニュアルのアダプターで取り付けて、いわゆるですね、自撮りをした時にどうなるか、しかも手持ちの場合に、手ブレ補正がどれぐらい効くのかというテストですよ。これができればですね、このセットで、Vlog とかやっていけるんですけれども、果たしてどうでしょうか。ちなみにこちらはですね、まだ電子手ブレ補正を効かせていない状態なんですけれども、それをオンにするとこんな感じですよ。ちょっとね、分かりにくいかもしれないですけれども、画角はね、狭くなってしまうんですけれども、補正効果がどうなるかというところですね。一応ですね、効きは良くなるということなんですけれども、場合によってはね、悪さをしてしまうこともあるようなんですけれども、さてそこがどうなっているかと、アップデートで改善されているかどうかというところですね。はい。ちなみに今ね、森を歩いているんですけれども、涼しくてね、いいんですけれども、ちょっと蚊が多いのがね、難点ですね。はい。それじゃあ引き続きテストをやっていきます。今ね、ビルトロックス 23mmF1.4 を取り付けて歩き撮りしているところです。 IBIS をオン、そしてブレ防止ブーストモードもオンにしています。以前も同じような状況で同じような撮り方したんですけれども、今回のアップデートでブレ防止機能、これがね、強化されたということなんですけれども、一体ねどれぐらい変わっているでしょうか。今ね、ビルトロックス 23mmF1.4 を取り付けて歩き撮りしているところです。 IBIS をオン、そしてブレ防止ブーストモードもオンにしています。車載動画も取り比べしてみましょう。もちろん同じ機材、同じセッティングで、予想なんですけれども、こうやって三脚に乗っけて全体が揺れ動く場合ですね、ほとんど違いは出ないんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。実際にね、取り比べていきます。車載動画も取り比べしてみましょう。もちろん同じ機材、同じセッティングで、予想なんですけれども、こうやって三脚に乗っけて全体が揺れ動く場合ですね、ほとんど違いは出ないんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。前回と同じ場所を同じ機材、同じセッティングでジンバル歩きしているところです。前はね、上下のピクッピクっていう振動が出てしまったんですけれども、バージョンアップして、それが改善されたかどうかですね。良くなっていれば、IBIS が悪さをしていたということになるんですけれども、いかがでしょうか。前回と同じ場所を同じ機材、同じセッティングでジンバル歩きしているところです。前はね、上下のピクッピクっていう振動が出てしまったんですけれども、バージョンアップして、それが改善されたかどうかですね。良くなっていれば、IBIS が悪さをしていたということになるんですけれども、いかがでしょうか。いろいろとテストをしてきたところなんですけれども、どうかな。確かにですね、改善傾向にはあると思うんですけれども、
かえってね、自分がこのパソコンのモニター上とかで見てみる限りでは、前とですね、大幅な改善っていうのは明らかなですね、その違いっていうのは見えづらかったかなとは思うんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、おそらくなんですけれども、今回のアップデっていうのはですね、純正の OIS 付きレンズ、そちらと強調して補正するときに、大幅な改善がされたのかもしれないです。僕の使ってるのがですね、サードパーティーの一応 AF はついているんですけれども、手ブレはついていないレンズだとか、あとはね、こういうマウントアダプター経由で、撮っていますので、ボディ内手ブレ補正のみで、撮っていますので、そちらだとちょっとですね、恩恵っていうのは、今回のアップデートの恩恵っていうのはあまりね、受けられないのかもしれないですね。はい。どうしてもですね、ちょっとしたこう揺れっていうのは残ってしまいますし、特にね、こんにゃく現象的なものがね、まだこう電子手ブレ補正でも出てくるようなので、なんか段差にですね、乗り上げたりしたような時にガタンガタンっていうですね、やっぱりこう大きな揺れっていうのは出てきますんで、吸収するのがね、難しいのかもしれないですけれども、でも GoPro だったらね、ほぼ完璧ですからね。そうそう、 GoPro っていうカメラを知ってるからね、そういうことをね感じてしまうのかもしれないですけれどもね。はい。でちなみに、ジンバルの方もやってみたんですけれども、前はですね、こちら使うと微振動がですね、上下の微振動っていうのが、出てしまったん で今回のアップデでどれぐらい改善されたのか見てみたんですけど、そちらもね、改善はされてるんだけれども、まだゼロにはなってないかなっていうイメージですね。もしかしたらさすがにですね、そのパラメーターで保持力を下げすぎたのか、相変わらず自分の歩き方が悪いだとか、そういう問題があるのかもしれないです。はい。そしてね、スチルの方でもテストしてみたんですけれども、で望遠レンズね、くっつけたりしてみたんですけれども、あんまりね、変化はなかったですね。今回のそもそも、バージョン 1.02 だったかなのアップデート内容ではないですから、アダプター経由の望遠とかはこうファインダー見るとね、まだちょっとこう気持ち悪い揺れとかは、残っていました。はい。でそしてですね、こちらの、フリンガーのアダプターなんですけれども、これはボディだけではなくてアダプターの方の問題もあると思うんですけれども、まだね、ボディと強調して、その IBIS と強調しての補正っていうのは、こちらのアップデを待たなきゃいけないのかなという感じですね。そうそう、一回ですね、ちょっとバージョン 1.02 になって、バグがあったんですけれども、これをね、つけてカメラの電源オンにすると、オンになったりオフになったり、それを繰り返すんですよ。でどうもエラーが出ているんですよね。でセンサー見てみると、こう上下にですね、ガタッガタッって揺れてるんで、あ、怖っと思ってすぐ電源オフにしてもう一回立ち上げたんですけれども、そしたらね、正常に動きました。まだね、一回しか見てないんで何とも言えないところがあるんですけれども、アップデ直後っていうのはね、そういうバグがあるのかもしれないですね。はい。壊れなくてよかったなと、今ね思ってるところなんですけどね。はい。それでですね、今回ですね、富士フィルムさんは結構いろんなアップデートか、されていまして、一応ね、そちらも、見ていこうかなと思うんですけれども、まずね、GFX シリーズ、こちらがね、今回かなり強化されたようです。フィルムシミュレーションすべてに、クラシックネガが追加されていますし、50シリーズはエテルナで、100の方はエテルナブリーチバイパスですね。これが追加されたようです。そして、AF 性能とかもかなり改善された上に、レンズも新しいものが発表されていまして、30mmF3.5、換算でね、24mm になるということ で、しかもですね、動画収録にも、その動画を撮る時の、欲しい部分、そこをね、カバーしてくれているようです。例えばですね、こう、ブリージングとかを、極めて少なく抑えてあるとか、そういう特徴があるようで、この GFX シリーズもですね、ムービーにだんだんね、強くなってるみたいですね。この中盤センサーでね、中盤とは言っても 44×33 ですけれども、そういった大型のセンサーで撮るエテルナムービーとかね、ちょっと見てみたくもあり、怖くもありっていうところですね。なかなかですね、こう欲しいけれど買えないね、中盤なんですけれども、いつかはね、手に取ってみたい GFX ですね。はい。それに、
XT4 以外にも、この X マントの方も、例えばね、Pro 3なんていうのは、まあ、軽微な不具合の修正。そして、T200 はですね、ウェブカメラ機能が追加されたようです。あ、一月ほど前にですね、XT4 にもこれ追加されたみたいなんですけれども、ソフトウェアが出たのかな。で、まあ、ウェブカメラの需要が高まってるっていうことで、カメラと連携してですね、まあ、そういう使い方もできるみたいですね。はい。まあ、さらにですね、告知として、キャッシュバックキャンペーンが7月1日から始まったんですけど、まあ、これは短編動画集の方でも言ったんですけれどもね。まあ、対象の製品はですね、すごく少ないんですけれども、まあ、その中に、10から24ミリの F4、まあ、僕がですね、今欲しいと思っているレンズが含まれているんですよ。で、これが、今ね、新品価格で、中古よりも安く入手できる状態なんで、まあ、このキャンペーンはね、自分にとってはね、ちょっとストライクですね。はい。まあ、そんな感じで、今いろんな富士フィルムからアップデートか告知とか出ているんですけれども、まあ、そんな中ですね、いくつか、要望がありますので、それをですね、最後に語っておこうかなと思います。で、まずカメラはですね、今回バージョンが確か1.03だったかな？あ、1.02か。はい。になったんですけれども、で、ムービーの方は、おそらく純正レンズとの協調で、そのブレ補正能力が向上したんだと思うんですけれども、マントアダプター使用時ですね、その時にもう少しこう改善されてくれると、さらに使いやすくなるのになと。そして、スチルの方ですよ。やっぱりね、望遠レンズ取り付けて見てみたんですけれども、まだね、ちょっとこう気持ち悪いね、揺れとかが残りますので、マウントアダプター使用時、まあ、その時が一つ課題になってくるのかなと。まあ、富士フィルムとしてもね、おまけ機能と言ってますから、まあ、後回しにはなってくるのかもしれないですけれども、ぜひね、そういう設定があるんだったら、まあ、改善されると、まあ、より嬉しいかなと思いますね。あ、そうそう、ちなみにね、これはカメラの方っていうよりは、マウントアダプターの方なんですけれども、まあ、今回アップデしても、まだね、フリンガーのこちらの、アダプターでは、ボディと強調補正っていうのはどうもされてないみたいですね。まあ、これは仕方ないところもあると思うんですけどね。はい。それに、まあ、今後ボディの方はですね、もう大体現状で満足しているので、まあ、そんな感じでどんどんアップデートしていってもらえれば、まあ、僕は嬉しいかなと思っているんですけれども、一方でね、レンズですよ。これがですね、今年中に発表されるかもしれないと言われている、75-300mm のですね、まあ、F 値はどうなるかまだちょっとわからないですけれども、まあ、割とコンパクトな、望遠レンズですね。これをね、早く発売してほしいなと思っています。まあ、噂はですね、時々出てくるんですけれども、できればね、ソニーみたいにテレタンが 350mm まで伸びてくれると、さらに嬉しいなと。おそらくそうなったらですね、発売と同時に、まあ、即購入してしまいそうですね。なんといってもですね、小型軽量で 600g ぐらいの望遠レンズであれば、前ね、森を歩きながらいろいろ撮りましたけれども、ついでにですね、そちらのレンズを忍ばせておいて、で、何かやってきたら撮るみたいなことができるわけじゃないですか。で、その時はですね、ライトバズーカ、確かにライトなんですけれども、1kg ありますんで、ちょっとね、歩いていくと負担になるかなということで、車に置いていっちゃったんですよね。まあ、そこら辺、質量が約半分くらいになれば、よりね、こう持ち運びやすくなりますので、ぜひね、ソニーの、70から350だったっけ、まあ、それにね、対応するような、まあ、レンズがあるとですね、僕としてはすぐね、買いたくなっちゃいますね。で、今ね、僕はその望遠っていうのは、マウントアダプター使って無理やり使っているので、AF 性能だとか手ブレ補正の性能をフルにね、引き出せてやれてないと思うんですよ、XT4 のね。だから、純正のね、望遠も、その100、400とかも考えたりはするんですけれども、やっぱりね、質量とかそういう点がありますんで、もうちょっとコンパクトなね、望遠、そして手軽に野鳥撮影できるようなレンズっていうのが、まあ、1本あるといいかなと思っちゃったりするんですよね。まあ、そんな感じで、100、400と今出てる、その望遠レンズの間を埋めるような、そしてできればですね、テレタンが、まあ、いっぱいいっぱいですね、350ぐらいまで伸びるようなレンズがあると、まあ、僕はね、嬉しいかなと思ってます。XT4 の場合はですね、クロップモードとして1.25倍ありますから、まあ、50mm の違いがね、結構大きいんですよね。100mm 近い、違いになってきますので、ぜひね、300mm よりももう一声っていうね、ところが、まあ、個人的には望みたい部分ですね。はい。
まあ、ということで、今日は XT4 がアップデートされましたので、まあ、ついでにその富士フィルムのその最近のその動向とかいろいろね、まあ、これから自分が望みたいこととか、話しておきました。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。